バージニア・ホール・ギオはアメリカ人の女性スパイである。第二次世界大戦中はイギリスの特殊作戦執行部、その後はアメリカの戦略情報局や中央情報局の特別活動家に所属していた。大英帝国勲章が叙勲されている。彼女はスパイということもありマリエ・モーニン、ジェルメーヌ、ディアネ、マリエ・オブリオン、カメレ、ニコラス、などの別名でも知られている。 ナチスドイツ側では、アルテミスと呼ばれており、ドイツ秘密国家警察は、連合国のスパイの中で最も危険なスパイと評価していた。彼女は、メリーランド州ボルチモアで、母、バーバラ・バージニア・ハミルと、父エド・ウィンリー・ホールの娘として生まれた。ロラン・パーク・カントリー・スクール、その後名門のラド・グリフ・カレッジ、バーナード・カレッジに在学し、フランス語、ドイツ語、イタリア語を学んだ。 最終的にヨーロッパで勉強を従っていた。両親の援助でドイツ、オーストリア、フランスへの旅行とともに勉強に励み、最終的に1931年にポーランドのワルジャワにあるアメリカ大使館で領事業務員として任命された。国務省外交局で仕事をすることを望んでいたが、1932年頃にトルコで狩りをした際に誤って、 自分の左足を打ち挫折した。足は膝下から切断され、彼女にクスバートと名付けられた木製の義足をつけることとなった。この怪我は彼女が将来たどるはずだった外交キャリアを強制的に閉ざし、1939年に国務省を辞職した。その後、ワシントン DC のアメリカン大学の大学院に通学した。戦争が始まる頃、ホールは フランスのパリにいた。1940年夏のナチスドイツのフランス侵攻でフランスが敗北した時、救急活動に参加していた。ホールはロンドンに向かい、新しく設立されたイギリス特殊作戦執行部の志願兵となり、1941年8月にビシー政権下のフランスに舞い戻った。そこで15ヶ月を過ごし、フランスの占領地下とビシー政権下の地下、 抵抗組織の活動家たちと連絡を取り繋いだ。当時、彼女はニューヨークポストの特派員の肩書きで活動していた。1942年11月にドイツが急にフランス全土を支配下に収めた際、ホールは過労じてスペインに逃れることができた。ちょっとした気まぐれで自身の義足にクスバートのコードネームをつけた。 米空軍情報局のデニス・ケイシー博士によると、フランス人は彼女にラデー・ムク・イボイテ、ドイツ人は手配書にザ・リンピング・レディのニックネームを付けたと述べている。彼女が脱出する前に、彼女はソエにクスバートが途中でトラブルを起こさなければいいのだけどと連絡した。事情を知らないソエはクスバートがトラブルを起こすなら彼を排除しろと返答している。 1943年7月、秘密裏に彼女へ大英帝国君証明誉メンバーが授与された。ホールは1944年3月にアメリカ戦略情報局の特殊作戦支部に加入し、占領されたフランスに戻れるよう支援を要請をした。彼女には敵の背後で極秘に活動するスパイとしての訓練は全く必要なく、OSS はすぐに要求をのみ、 マルセール・モンターニュの名前が入った寄贈身文書の手配とイギリスの高速魚雷艇でブルターニュへの上陸が行われた。コードネームディアネを名乗った彼女はゲシタッポの捜査から逃れフランス中央部の抵抗組織と接触した。彼女は補給物資と部隊の降下地点の指定を行いセーフハウスを築きノルマンディで上陸した連合軍とジェドバラ部隊の連絡を取り持った。 ポールはドイツ軍に抵抗する3つの大隊へのゲリラ戦術訓練を支援し、9月に連合軍が彼女の部隊と合流するまで重要な報告を続けた。1950年、OSS のエージェントポール・ゴーイロットと結婚した。1951年、中央情報局に所属し、フランス議会情勢のインテリジェンスアナリストとして働いた。彼女は、 特別活動家の一員として、夫と共に働いた。1966年に、メリーランド州、バーンズビルの農場に引退した。1982年7月8日、メリーランド州、ロックビルのシェーディグローブアドベンティストホスピタルで満76歳で、亡くなった。第二次世界大戦で活躍した女性スパイは、メリーランド州ボルチモア、パイクスビルの、 ブルイドリッチセメタリーで長い眠りについている。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ合衆国連邦政府が作成した次の文書本文を含む。 h t t p s w w w o d c i g o v c i a p u b l i c a t i o n s o s a s a r t h r e g o h t m t h e p e o p l e o f t h e c i a m a キング g ンインパクトバージニアホールありがとうございます。